リューロサバ川は東、ヨーロッパを流れる川である。ローマ時代にはセイビスと呼ばれていた。スロベニア、クロアチア、ボスニアヘルツェゴビナ、セルビアの各国を流れ、セルビアの首都ベオグラードでドナウ川に交流する。この川がバルカン半島の北端の付け根とされることが多い。サバ川には主な水源が二つあり、共にスロベニア北西のアルプス山脈に存在する。 一つの水源は、クランスカ、ゴーラ近郊のサバドリンカの泉である。小さいサバを源とする、もう一つの支流は、一度、ボヒンコに流れ込みサバボヘンジャカとして流れ出ている。両支流は、ラドブリツアーで合流し、サバダニを流れていく。主な支流としては、リュブリアナで合流するリュブリアニツァ川、サビンジャ川、クルカ川、ソトラ川、クパ川、ウネ川、ブルバス川、ボスナ川、 ドリーナ川などがある。歴史的に、サバ川より、北側は、ボイボディナに相当し、ボイボディナは、ハンガリー王国の歴史的地域に相当する。ハンガリー王冠は1526年以降、ハプスブルク家によって世襲されたため、第一次世界大戦が終結する1918年まで、ハプスブルク君主国に内放された。第一次世界大戦時には、サバ川が、 オーストリア・ハンガリー帝国とセルビア王国の国境であった。すなわち、セルビアの首都であるベオグラードはサバ川を挟んでオーストリア・ハンガリーと直接対峙していたことになる。このため、オーストリア・ハンガリー軍がサバ川を溶かしてベオグラードに侵攻するのがこの方面の戦線でのハイライトになった。アダツェガンリア近辺サバ川は以下の都市を流れる。 サバ川のベオグラード市内の水域を航行する貨物船サバ川はクーパ川が合流する施策まで船で遡ることができる。小さな船であればさらに上流まで行くこともできるが、気象条件などにより深さなどが変動するため、一概には言えない。19世紀のスロベニアの詩人フランツェ・プレシェーレンは有名な英雄女子誌、KRST ・プリーサベエを書いている。 ありがとうございます。